平野氏陽退所後の混乱とファンの情熱。目撃情報審議に問い、彼の現在の活動を追う。熱心なファンの思い。平野氏陽退所後のファンの混乱。2023年5月22日、元キングプリンスへのメンバーである平野氏陽がジャニーズ事務所を退所しました。この突然の決断は多くのファンに衝撃を与え、 平野の行動や近況についての情報を求める声が広がっています。特にツイッター上では、平野仕様の目撃情報が次々と拡散され、混乱が生じています。本校では、退場後の平野仕様に焦点を当て、彼を探し求めるファンたちの心情と、目撃情報の真偽について詳しく掘り下げます。平野仕様を求めるファンの情熱、 平野紫耀がジャニーズ事務所を退所した後、ツイッター上では平野紫耀を見たという目撃情報が急増しました。一部の情報は確かなものであるかもしれませんが、その多くは未確認情報やまたぎき情報であり、正確性に疑念を抱く人も多いです。一方で多くのファンは彼の近況や様子を知りたいという願望から、 これらの情報に一気一憂しています。芸能記者によれば、平野紫耀を見たという情報は、彼のファンにとっては貴重な情報源であるため、たちまち拡散されました。しかし、情報の信頼性については疑念が広がっており、どれが本当で、どれがデマなのかわからない、といった混乱がネット上で見られます。目撃情報の真偽を問う声、 ネット上での議論の中で、ジャニーズ辞めたからって、プライベート情報を拡散していいわけじゃない。こういう時こそ、そっとしてあげるのがファンでしょ。私たちに日常があるように、彼らにも日常がある。プライベートに踏み込むの早めようよ、といった声も聞かれます。これらの声は、ファンたちが平野仕様に対するリスペクトとプライバシーの尊重を訴えているものです。 しかし、平野仕様のファンは、彼の近況を知りたいという気持ちから、情報を追求することが難しい状況に置かれています。平野仕様にとっては、ジャニーズ事務所を退所した後も、多くのファンから支持され続けており、彼の活動や近況に対する興味は依然として高いものと言えます。平野仕様の現在の活動。 平野の仕様はジャニーズ事務所を退除しましたが、その後も一部の CM 契約を継続しており、テレビや店頭の反則物で彼の姿を見ることができます。例えば、消臭剤方向剤、パブリンズ、P&G ヤボシュロムジャパンのコンタクトレンズの CM に出演しています。 これらの CM を通じて、ファンは平野仕様の姿を再び楽しむことができ、その姿に感慨を覚えているようです。また、平野仕様が主演したドラマ、クロサギ t b s k 2 0 2 2年10月期のブルーレイ &DVD ボックスの発売を記念した衣装はンパネル展が東京の h m v b o o s 渋谷で開催中です。 彼自身は来場していないものの、多くのファンが展示物に触れ、彼の作品に思いを馳せています。この展示会は、ファンが平野紫耀の残り画を楽しむ場として機能しており、多くの人々が訪れています。結論、平野紫耀のファンたちの熱い思い。平野紫耀のジャニーズ事務所退所後、ファンたちの中で彼に関する情報を求める熱い思いが広がっています。 ネット上では、平野仕様を見た、という目撃情報が拡散され、彼の行動や近況についての関心が高まっています。しかし、情報の信頼性については疑念もあり、ファンたちは真偽を問う声を上げています。一方で、平野仕様のファンたちは、彼に対するリスペクトとプライバシーの尊重を忘れず、情報の拡散に慎重な姿勢を示しています。 平野紫仕様はジャニーズ事務所を退所したものの、その活動は続いており、多くのファンが彼の姿や作品を楽しんでいます。最終的に平野紫仕様のファンたちは彼の残りがを求め、その活動や近況に対する情報を待ち望んでいます。今後も彼のファンたちは彼を応援し続けることでしょう。